特急橋立号舞鶴号海浜東舞鶴行きです。橋立号の重積は4号車、舞鶴号の重積は5号車です。指定席ご利用のお客様はお手持ちの座席番号を確かめの上お座りください。まもなく発車します。
まもなく亀岡です。お出口は左側です。ホームとデッキとの間、段差があります。足元に注意してお降りください。亀岡を出ますと、園部に止まります。発車手号の重積は4号車、舞鶴号の重積は5号車です。まもなく発車します。Thank you.
Thank you.
1号車から4号車が足立堤防内山堤防2番駅です。5号車と6号車マイズル線に入ります。東マイズル駅です。発車堤防の重積は4号車、マイズル号の重積は5号車です。京都南部鉄道線に入りまして、大江14時7分、宮津14時21分、天の橋立14時32分、与謝野14時40分、京丹後大宮14時48分、新山14時54分、秋野15時4分、通信浦水温泉15時10分、富浜には15時22分、富浜15時22分到着の予定です。舞鶴号、舞鶴を出ますと、舞鶴線に入りまして、西舞鶴には13時54分、東舞鶴14時2分到着の予定です。手洗い洗面所、1号車、3号車、6号車のデッキにあります。デッキ、お手洗いも含めまして、電車料禁煙です。お手箱はご遠慮ください。車内でご不要になりました子供のは、デッキに備え付けの燃えたご縁をしてください。車内にご協力をお願いします。次の電車室は早瀬です。13時33分、お出口は左側です。またあと15分ほどいたしますと、早瀬駅切り離し準備のため、4号車と5号車との間、車内から通り抜けができなくなります。あと15分ほどいたしますと、4号車と5号車との間、車内から通り抜けができなくなりますので、ご注意ください。
だけやられて、ヤクザの人は直してもね、服やってないで、ヤクやっていただけたら、本当に何でも悪いとか、それだけちょっと気がなくて、大変不便な生徒さん、僕にはいいさにね、だから、まあ、ただ、本当に気になるけど、だってでも、ヤクザの人も、やっぱり、やられたのは、やっぱり、辛い。だから、車を飲んでもいいんやけども、私は
もなく発車です。冷凍しといて、あと温めようまで夜な、こっち。
まもなく、綾部です。一番乗り場に着きます。お出口は左側です。ホームとデッキとの間は段差があります。足元に注意してお降りください。綾部駅で、足立号と舞鶴号は切り離し作業をいたします。1号車から4号車、足立号、久美浜行き。5号車と6号車は、舞鶴線に入ります。東舞鶴行きです。綾部から分かれて運転します。車内から通り抜けはできません。綾部駅到着後、ホームからお乗り換えをお願いします。車内にお忘れ物や落とし物ないようにお降りください。またホームとデッキとの間には段差があります。足元に注意してお降りください。前部を出ますと発車号は福知山に止まります。舞鶴号前部を出ますと西舞鶴に止まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく綾部に着きます。お出口は左側です。電車を切り離す作業いたします。綾部駅4分ほど停車いたします。発車までお待ちください。発車方向、首幅行きです。次は福知山に停まります。舞鶴方面には渡りませんのでご注意ください。発車点5号、久美浜駅、まもなく発車いたします。今後の手はもう、いろいろしながらよう頑張りはる。私も通るただけであれよ、体が重たおもん。
しました。ご乗車ありがとうございます。特急橋立5号、富川行きです。次は福知山です。13時48分に着きます。福知山では山陰線、金山、豊川方面、特急五郎釣9号、城崎温泉行きと同じ方面で連絡いたします。
ました。まもなく福知山です。第二のバス看板乗り場に着きます。お客様は忘れ物のないようご注意ください。取り替えのご案内をいたします。最終和田山豊川方面、そして東北一線号弘前温泉行きは13時50分、行きましょう。那須国の向かい側が横になりますが、福知山線各駅に停まります。片山口行きは14時6分、横を取り出されば発車です。この電車は福知山を出ますと、京都南国鉄道線に開始、大江、宮津、天の橋立、与佐野、京都高校駅の杉山、春の宮津の日本線、終点栗浜まで停まります。こちらまでは13時54分の発車まで5分ほど停車いたします。お待ちください。ご乗車ありがとうございました。まもなく福知山です。